はいどうも、ホソピーです。iPhone 16 ですね、間もなく手元に届くかなというところなんですけれども、まあ私も発売日にね、ピックアップをしてくるというところで、まあ今年私はですね、iPhone 16 Pro をメイン機種にしようと思っているわけですけれども、まあ今日はですね、iPhone 12 Pro あたりから最新のね、16 Pro、これに買い替えちゃおうかなとかね、考えてる方もね、結構多いんじゃないでしょうか。まあそんな方のためにですね、12 Pro から16 Pro になると変わること、まあ7000ということで大きなところでですね7つまとめていきたいと思います。まあ今か今かとね楽しみに待ちながらですね、まあ、この動画を楽しんでいただけると嬉しいなと思います。それでは本日も行ってみましょう。細ピーチャンネル。はい、ということで早速行きましょう。7つもねあるのでサクサク行きましょう。まず1つ目、これがですね USB-C 端子に変わりますというところですね。まあこれ本当に端子のね口だけが変わるっていうレベルの変化ではないんですよ。でこれまあ15 Pro ですけれども、これももちろんUSB の Type-C になっております。で、恩恵が大きな部分で言うとですね、やっぱり大量のデータ転送に対応しているっていうところになるわけですね。USB3 に、まあ、対応ということで、まあ、最大20倍速いデータ転送ができるというところで、iPhone 12 Pro はですね、ライトニングで USB2 というものになっておりました。そこからね、かなり進化しているっていうところがあるわけですよ。で、あとはね、まあ、端子の一本化。まあこれ、iCOS を使ってるだとかですね、モバイルバッテリーとかいろいろ今 USB の C の端子に対応しているものが増えていきますよね。それがですね、今までね、12 Pro を使いだと、ライトニング端子のケーブルをやっぱり用意しておかないと対応できないっていうことになってましたから、まあこれがね、端子の一本化っていうのは非常に大きなメリットかなと思います。あとはね、何気にリバース充電といって、まあこれをですね、USB の C の端子、はい、iPhone の15 Pro に挿します。そこからですね、ちょっとね、AirPods 充電足んないなっていう時に、まあ、このように挿しますと。はい、認識しました。というところで、iPhone から、こちらの AirPods を充電するっていうことができます。まあもちろんね、iPhone の充電状態がね、ある程度ね、あるというところは条件になりますけれども、まあこんな感じでですね、充電切れを起こしそうなデバイスを一時的にですね、充電することができる役割も持つっていうのが、まあこの USB-C 端子への変更の結構ね、大きなね、メリットになるんじゃないかなと思います。ということで、これが一つ目でございます。はい、では次、二つ目いきましょう。これはね、もうめちゃくちゃ進化してるんですけれども、ディスプレイの大幅進化。一言で言うと、もうこれだけなんですけれども、まずはですねディスプレイの大きさ、まあ、こちらはですね iPhone 15 Pro ですけれども、まあ、これが 6.1 インチというところで12 Pro と比較してもですねディスプレイのサイズ自体は変わりないです。でこれがね16 Pro になるとここの大きさがですね 6.3 インチにさらに大きくなります。ということで12 Pro からの比較で言うと 0.2 インチの巨大化、よりディスプレイが大きくなるっていうところはかなり大きなメリットだと思います。そしてディスプレイ自体の、まあ、明るさですね、まあ、これ数値で言うと今まで通常時802灯でした。それがですね1002灯まで上がるということで202灯上がるわけですよね。でこれだけではなくて、さらにピーク輝度、屋外でめちゃくちゃこう明るいところですね。でこれね、明るさの自動調節をオンにしている状態だとですね、まあ、ここまで上げることができるんですけれども、今まで12 Pro はピーク輝度1202灯、それがですね16 Pro だと2002度というところで、まあ、その差802度もねあるんですよ。めちゃくちゃ明るく使うことができます。特に屋外での視認性というところはもう段違いで高まったと言えるんじゃないかなと思います。そしてまあこれもね、ダイナミックアイランド搭載しているんですけれども、15 Pro からね搭載しております。ここですね、はい、これがダイナミックアイランド。まあ今までね、12 Pro はノッチというところで、まあ上にこう切り欠きがあるだけだったところからですね、まあこうやってですね、うまく通知をまあまとめてくれると、まあこのまあデッドスペースをうまく利用してですね、まあ例えばね、こうやって、ストップウォッチとかね、押します。で、この状態で閉じると、はい。このね、ダイナミックアイランドをうまくね、活用してですね、ここに表示が出ているんですよ。で、ここを押すと、まあ、この通りですね、アプリがまた起動するっていうような形でですね、これね、ストップウォッチだけではなくて、まあ、例えば音楽の再生だとかですね、あとはね、こんな感じでスイカを使った時のなんかエフェクトの表示みたいなね、これもね、なんか操ってる感があって、すごく気分がいいんですけれども、こんな感じでですね、まあ、デッドスペースをうまくですね、通知としてまとめていくっていうような使い方ね。これはやっぱりね、Apple ならではかなというふうに思いましたね。これはね、かなりね、気分が上がります。
そしてディスプレイの進化まだまだあってですね、常時表示ディスプレイ、これね今ねスリープ状態になっているにもかかわらず、こんな感じで時間とかね、まあ、天気が確認できたりだとか、なんならこの壁紙をですねうっすら確認できますよね。まあ、この壁紙も表示させておくこともできるし、まあ、真っ暗にするっていうこともできるというので、このね常時表示ディスプレイもかなり使えます。でさらに言うと、この常時表示ディスプレイ状態から、まあ、通常だとね一度立ち上げて、で顔認証、まあ、こういう操作が必要になってくるわけですけれども、まあ、実はこれ常時表示をオンにしている状態だと、このままいきなりスワイプをすると、見ました今スリープに1回してから顔認証ではなくって、直接常時表示から一発でねロックの解除っていうのができたりもします。これもね常時表示ディスプレイをオンにしているものでしかできないので、かなりねこれ重宝してますね。であとね 60Hz だったリフレッシュレートは 120Hz にめちゃくちゃ滑らかにディスプレイが動くようになってます。これはですね、まあ、普段ねウェブ閲覧で使うとかですね、ディスプレイをね動かしていくっていう全ての作業で恩恵が受けられますので、これ一回使っちゃうとですね、ちょっと 120Hz じゃないと受け入れられない体になってしまうというね、そんな効果もあるっていうぐらい、まあ、快適になってますので、ディスプレイの進化というところはですね、まあ、一口では語りきれないぐらい大幅なね進化を遂げているっていうところですね。まあ、これが二つ目というところになります。はい、では次三つ目ですね。これはね、まあ、ざっくりしてるんですけれども、まあ、見た目の変化があるというところなんですけれども、まあ、大きく言うと二つありまして、一つ目がですね、ここのですねフレームの部分ですね、これ今までテカテカなですねステンレスのフレームを使っていたわけです。 12 Pro はステンレスでした。それが、まあ、15 Pro からそうなんですけれども、チタンのフレームを採用しております。 16 Pro ももちろんチタンフレームというところで、このね15 Pro とはですねまた少しね違った様相を呈しているなと思うんですけれども、チタンフレームはめちゃくちゃ美しいです。で私これホワイトチタニウムの15 Pro を使っておりますけれども、このねチタンフレームがですね、まあなんかこう金属チックですごくね気に入って使っております。でこのフレームがめちゃくちゃいいんですよ。でさらに言うと、このカメラのリングですね、この部分もチタンフレームになってますので、ここのリングとこのサイドのフレーム、ここがですね本当統一感のあるデザインというところで、これもやっぱりアップルらしいなというふうに思います。まあ、これね16 Pro になったらですね、まあ、皆さん堪能していくことができますので、ステンレスフレームからねチタンフレームに、まあ、ただ変わっただけでしょうぐらいでね、まあ、思ってた方もいると思うんですけれども、まあ、所有欲とかそういったところはですねかなり上がりますよ。やっぱねプロモデルってねやっぱりそういうところがね一つ一つですね、まあ、全くもって手を抜くことなく作り込んでいるっていうのが、まあ、魅力の一つなのかなと思います。そして、まあ、見た目の変化の2つ目としてですね、まあ、カメラコントロールとあとアクションボタンっていうね、この2つの新たな操作機構っていうのかな、まあ、ボタンではあるんですけれども、これが加わるということになります。で、1つは、まあ、アクションボタン。これはね、15 Pro には搭載されております。こちらにあるこのボタンですね。で、これね、まあ、長押しします。まあ、こんな感じで。まあ私の場合フラッシュライトのオンオフっていうのを割り当てているんですけれども、通常ここにあるボタンって何っていうと、サイレントスイッチだったんですよね。音の入り切りというところで使っていたわけですけれども、まあそのスイッチからですね、この押しボタン式に変わっているというところと、あとね、アクションボタンなので、他にも、まあ私の場合はフラッシュライトですけれども、今まで通りね、サイレントのオンオフとか、カメラの起動とか、そういったところでね、割り当てていくことができます。そして、まあこの、15 Pro にはもちろんついてないんですけれども、カメラコントロールというね、まあ指のこの静電気でね、うまく反応して、カメラの立ち上げ、半押しでフォーカスを合わせたりだとか、あとはこうスライドするとですね、カメラのまあ倍率を変えるとかですね、カメラモードを変えるとか、そういったですね、カメラコントロールというね、そういうまあボタンが加わっております。まあこれもですね、まあ写真撮影というところがより一層やりやすくなるということがありますので、このあたりもまあ実際に使い始めたらですね、今までとはまあ使い勝手、まあ写真の撮り方、動画の撮り方っていうところはね、変化があるところなのかなと思います。ということで、これがまあ3つ目ということになります。はい、では次4つ目。これもですね、
もう本当に基本性能バリ上がりっていうところになるんですけれども、バッテリーもちろん大幅アップというところで、これもですね本当一口では語りきれないぐらいですね、 iPhone 12 Pro のバッテリーを2個積んでるんじゃないかっていうぐらいのですね、かなりの性能アップというのがあります。でバッテリーのそもそもの性能自体が iPhone 15以降からですね、繰り返し充電、今まで500回で当初のバッテリーの能力の 80% を維持しますよってなってました。で iPhone 15はですね、繰り返し充電が1000回で当初の 80% の能力っていう風にね、このように変わったんですよ。で、まあ iPhone 16 Pro になってもですね、同じように、まあこれは生きてくるのかなと思うんですけれども、バッテリーの、まあ、長寿命化というのが、まあそもそも測られているというところですね。で、iPhone 12 Pro がですね、ビデオ再生最大時間が17時間でした。で、これ16 Pro になるとどうなったのかっていうと、27時間。というところで10時間も違うんですよ。これはねちょっとやばいですよね。全然能力違うじゃんというふうに思いますけれども、こんだけ違います。そしてまあストリーミング再生、ビデオ再生のストリーミングというところで、 YouTube だとか Netflix とか、まあそういったですね、通信をしながら動画を再生していくっていうものですけれども、これがね iPhone 12 Pro だと11時間で、 iPhone 16 Pro だとなんと22時間ということで、11時間も違うということになってます。でこのねストリーミング再生の方がより重要ですからね、こっちの方が伸び率が大きいというところは、やっぱりね通常使いのバッテリー持ちというところに関しては、まあかなりねこれ体感することができるんじゃないかなと思います。でオーディオ再生ね、まあこれもですねしっかりと伸びてます。12 Pro は65時間で、16 Pro だと80時間というところで、これも15時間の伸びがあるということになっております。ということで、このバッテリーのね持続時間のアップっていうのは、もう本当にユーザー満足度に直結している部分なので、まあ、どんなに高性能なものでもですね、本当に午前中しか使えないやとかね、そういうものだったら、まあ、がっかりしちゃいますけれども、まあ、1日使ってもね、まだ寝る前に 60% 以上あるなとか、おそらくそれぐらいはですね、残るのかなと思いますので、このバッテリー持ちアップ、まあ、ここが魅力で、これだけのために買い替えたいっていうぐらいの人がいてもおかしくないぐらいですね、まあ、性能の向上はあるなというふうに思います。ということでこれが4つ目でございます。はい、では次5個目ですね。これがですねカメラ性能のね大幅アップというところで、まあこれもね、まあ、全部一口で言ってますけれども、かなりね進化してますよ。でまずもって光学ズームオプションというところで、ワンタップで、まあ、倍率をね 0.5 倍とか1倍とか変えて撮影することができるわけですけれども、まあこれ光学ズームオプションといってですね、まあ、画質の劣化がなくですね撮ることができる倍率っていうのが、まあ、定められているわけですね。これが12 Pro だと 0.5 倍、これはまあ超広角カメラでの撮影ですね。それと1倍です、これが広角カメラ。そして2倍ということで、望遠カメラを使って2倍というのが撮ることができます。でこのねスタイルってねもうちょっとね古いんですよ。今カメラ2眼でもこの3つのオプションが撮ることができてしまいますけれども、では16 Pro どうなったかっていうと、まず 0.5 倍です。まあこれ超広角カメラですね。これもね画素数4倍に上がってますからね。12メガピクセルのものから48メガピクセルっていうところで、超広角カメラがちょっとね暗く撮れちゃうとか、今までねノイズが乗ってたなっていうような撮影になってたと思うんですけれども、それがねまあ大幅に改善されているわけですよね。そしてまあ1倍、まあこれは今まで通りです。広角カメラで撮れば1倍ですから、それとさらに2倍も撮れます。でこれ広角カメラも48メガピクセルに画素数アップしてますので、1倍と2倍、画質を落とすことなく2倍までいけちゃいます。でさらに今回16 Pro は望遠カメラ、これがですね5倍撮れます。今まで15 Pro Max でしかなかったですね、テトラプリズムというね技術を使った、まあ、5倍の撮影というものがですね16 Pro だと、まあ比較的ね小さなボディでもこれができるようになるというところになっております。まあかなりね撮影の幅がね広がったんじゃないかなと思いますね。であとね動画性能とかに関しても手ブレ補正もね今までよりも大幅に上がってます。もう第2世代のセンサーシフト合格式手ブレ補正も搭載してたりだとか、あとアクションモードにも対応してますので、まあスポーツのシーンとかをね撮りたいなとか、走りながら撮りたいなとかっていう時にも、まあ、かなり手ブレを抑えた動画を撮ることができるわけですね。
で、新たに16 Pro はですね、反射防止コーティングっていうのがね、施されておりますので、まあ今までちょっとね、光の反射とか捉えちゃったなっていうところも、だいぶ抑えられるのかなと思います。あとは先ほどもちょっと触れた通りですね、超広角のカメラ、まあこれの進化によって、マクロ撮影ね、マクロ動画とかこういったものもね、できるようになってますので、カメラ性能に関しては本当に目を見張るものがあるというふうに言えるでしょう。あとね、インカメラ性能もですね、まあ地味にアップしてますよ。12 Pro と比べるとしっかりとアップしてます。 F 値が F2.2 だったところからですね F1.9、 まあこれ数字が少なくなるとより明るく撮れるレンズに変わっているっていうことになるわけですけれども、より明るく、そして動画を撮るときにもオートフォーカスを搭載してますので、インカメラの動画撮影とかもですねかなりね快適にできるようになってますので、もう本当にカメラ性能を目当てで16 Pro を買うっていうのもまあありですよね。ということで、これがね5つ目ということになります。はい、では次6個目行きましょう。サクサク行きましょう。これがですね、処理性能の大幅アップですね。これもね、さすがに4年も経ってますから、2020年の10月23日発売の iPhone 12 Pro ですけれども、まあ約ね4年が経過してきているというところで、大幅に処理性能も進化してきているわけですね。 iPhone 12 Pro に関しては A14 チップです。そして iPhone 16 Pro、 これがですね A18 Pro チップというところで、もうねチップにプロがついてるんですよね。で、まあ、これね、iPhone 16 とか16 Plus は A18 チップで、プロについては A18 Pro となってますので、世代的に言うと、まあ、4.5 世代ぐらいの進化と捉えていただいたらいいのかなと思いますけれどもね。まあ、この処理性能のアップ、チップの世代の進化、まあ、約 4.5 世代進化しているっていうところで、まあ、バッテリー持ちだったりだとか、処理能力ですね。普段ね、サクサク動くかどうかとか、まあ、ゲームの処理とかも含めてですね。あとはね、カメラの処理が良くなることによって、やっぱり画質がね、良くなります。それから iOS のサポート期間とか、こういったものもね、A18 Pro チップであれば、ここからね、5年ぐらいはですね、しっかりとサポート期間続きますので、まあ、長く使いたいな、最新の OS で使いたいなっていう方にも、まあ、この最新の iPhone 16 Pro を買うメリットっていうのは結構大きいかなと思います。そして、まあ、見逃せないポイントとしてはですね、Apple Intelligence に対応ということで、まあ発売当初からね、この Apple Intelligence はサービスとしてこうリリースされているわけではないですけれども、まあ日本語対応はね、2025年以降みたいにね、なってますので、まあこういったですね、最新の技術を使っていくことができるっていうのはね、大きな魅力なんじゃないかなと思います。ということで、これが6個目ということになります。はい、では最後7個目ですね。まあ、これはですね、まあ、マイナスで捉える方もいなくはないとは思うんですけれども、サイズ感のアップなんですよ。で、サイズ感どんくらい上がったのっていうと、まあこれ15 Pro ですけれども、これよりもねさらに大きいわけです。で、この高さなんですけれども、これがですね iPhone 12 Pro と比べると 2.9 mm 増加してます。ということで、まあ、縦幅の増加ってあんまりこの持ち心地というところには影響してこないので、単純にねディスプレイの拡大というところに寄与しているのかなというところで、まあこれはプラスで私いいと思うんですよね。で、横幅、ここね増減なしです。なので持ち心地は全く変わらないかなというところですね。まあなんなら12 Pro ちょっと角張ってますけれども、この15 Pro からそうですが、ちょっとねこう角が落ちてる感じになってますので、まあ持ち心地は私は向上してるんじゃないかなと思います。で、あと厚み、この厚みがね結構増してるんですよ。 0.85 mm の増加というところで、まあよりね薄くなった方がいいとは思うんですけれども、やっぱりバッテリーの搭載容量とかね、カメラのセンサーサイズとか、まあ望遠のカメラもねかなり評価されてるので、まあそのあたりはね致し方ないかなというところですね。あとね、まあこの重さね、これはちょっとねマイナスポイントかなと思うんですけれども、重さ 12g 増してるんですよ。今まで12 Pro って 187g でした。で、これがね16 Pro になると 199g ということで、まあステンレスフレームからチタンに変わったりしてね、フレーム自体はねかなり軽くなってるはずなんですけれども、やっぱり部品の増加とかね、バッテリー搭載容量の増加というところで、まあ重さはまあ上がっているというところになります。ただ人によってはね、重さがあってずっしりした方が高級感があるっていう風に感じる方もいらっしゃいますので、まあなんとかね 200g は切ってきたなっていうところは企業努力をね感じるところではあるんですけれどもね。はい、ということで、これがね7個目ということになります。細Pチャンネル。
はい、ということで本日はね、 iPhone 12 Pro から 16 Pro にすると変わること7000ということでですね、まあ結構大きめな変化があったところをねまとめてみたんですけれどもね、いかがだったでしょうかね。まあ個人的にはやっぱりね、画面サイズのアップというところと、もうねバッテリー持ちとかね、このあたりがまあ異次元のパワーアップっていう風になってますので、12 Pro あたりを使ってる方はですね、今年こそはね本当に買い替えた方がいいんじゃないかなと思いますね。バッテリー持ちはもうかなり伸びてますしね。で、12 Pro とね、ついてるもので、まあ、リフレッシュレートが 120Hz 出ないのって、この 12 Pro より前の機種になるんですよ。ということで、プロである意味がですね、ちょっと薄いなっていう機種ではあったので、そこからの買い替えっていうところはですね、まあ、本当におすすめしたいなと思います。で、まあ、最後にね、この12 Pro ですね、128GB の、まあ、Apple Store で買ったやつをですね、まあ、例えば売却をしますよっていうと、買取価格、まあ、5万2000円でですね、ジャンパラで買取金額出てます。でこれはもちろんね、端末がねしっかり綺麗な状態でですね、まあ、付属品とかもあればね、これぐらいの価格で買い取ってくれるっていう目安にはなるんですけれどもね。で iPhone 16 Pro の 128GB、まあ、これを購入すると Apple Store で 159,800円、まあ、買って売っての差額が 107,800円とかね、これぐらいでねいけますので、12 Pro の128とか、まあ、もっと容量の大きいものとかねお持ちの方はですね、しっかりと売却をして軍資金にした上で購入するっていう風にすると、意外とですね買ってもいいかなっていうくらいの金額まで実質的に下がる可能性もあるので、まあ買い替えの検討の一つというところでね入れていただけるといいのかなと思います。ということで本日はね以上で終わりにしたいと思います。この動画ね役に立った面白かったと思っていただけたらですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。